さあ、じゃあここからはね、まだ来た道をね、まあ、別ルートで戻ってみたいと思います。かわいい宮崎県のシンボルキャラクター宮崎県ですね、その3匹が描かれた自動販売機、いいですね。本日使ってるカメラは GoPro Hero 9、 これに MAX レンズをつけております。そしてバッテリーがですね、先日アップした動画でご紹介した、サードパーティー製の互換バッテリーを入れております。だいたい感覚的にはですね、今日もものすごく寒いんですけども、バッテリーがまあ大体30分ぐらい電源入れっぱなしでも、でそれで録画ボタン押したり止めたり、それ繰り返しで今 65% ぐらい、まあ、ですので今のところ体感的に純正のバッテリーと、大きな差はないように思いますね。いいですね、こんな感じで。
まあ、安定して使い続けられたらかなりお得なバッテリーなんじゃないでしょうか。私が買った時はね、3000円台でバッテリー2つとチャージャー、そしてバッテリーケースもそれぞれついてて、まあ、3000円台ということで、かなりお得な値段だったと思います。現在日が照ってますが、8度ですね、8度。宮崎市役所です。いやもう最近は本当、最近はというかね、もう1年以上土曜日曜なく、ね、頑張っていただいてるわけですね、職員さん、まあ、市に限らず宮崎県の職員さんも、その他医療関係の皆さん、まあね、業種問わず、まあ、全ての人ですよ、本当頑張ってるね。まだまだ大変ですけど頑張りましょう。そして皆さんありがとうございます。さあ、テゲテゲ日より今日もこの辺にしておきたいと思います。またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。